地上波のその今番組制作してる人たちってその、はい、ネットのことどう思ってるんですか？ちょっとずつ意識変わりつつありますけど、でもやっぱりみんなテレビ作りたくて入ってきてるんで、なんか9対1ぐらいでテレビのこと考えてる気はしますけどね、リアルで言うと。でもやっぱこうなんか、まあ、コロナとかもあってみんなあのネット配信のオンデマンドに慣れちゃったじゃないですか。はい。なんかだからちょっとそう、やっぱこう決められた時間にその番組を見るっていう視聴習慣ってもう本当にそのめちゃくちゃライブ性の高いもの、まあでもそのライブ性が高いものも今ネットでみんな見てるじゃないですか。はい。なんか もっとなんか意識してそのサブスクの方向に行かないとその自利品なんじゃないかなと思ったんですよね。うん。そうなんですよね。まだ自利品でこう、自利品っていうかこう、まあやや急激に地上波の放送収入下がってるんですけど、うん、まあ下がってもまだこう、コスパで言うと地上波の方が全然こう、番組作ってこう、リーチしたり、商売としてでかいので、やっぱまだそこに、意識が向くっていうのはまあ当然自然の結果としてテレビの中ではあって、ただ若い人の中には結構あれですよね。あの、アマゾンに転職する人いたり。やっぱそのドラマの予算とかもネットフリックスとかってすごいもう桁違いじゃないですか。いや、本当にあの、フジテレビ辞めた、あの、増本さんっていうコードブルーとかやってた人がいるんですよ。うん。うん、で、今度ネットフリでなんか作るらしいんですけど、まあ、作っても、もうすぐ多分見れるんですけど、もう多分予算、具体的には言えないけど、ちょっとこう半端ないですね。フジテレビと比べても半端ないんで。いや、だから、その、僕はね、その、どちらかっていうと、その番組一本作っていくらみたいな話ってあんまり興味ない。うん